オーリリー、オーリリーは、インターネットスラングの一種で、オー、リアリーという意味。大抵白袋の写真を用いた、イメージマクロで表現される。オーリリーという言い回しは、当てこすりや茶菓子として用いることが多く、話し手が見えすいた嘘をついていたり、話の内容が矛盾しているときに対しても使われる。インターネットフォーラムの嵐の中には、オーリリー、を長いポストか、 詳しすぎるポストに用いるものある。また、オーリリーの代わりにアリリーやの Y が使われることもある。このオーリリーという言い回しは2003年8月初期頃からサムシングオーフルフォーラム内で使われ始めた。オーリリーの文字の入った白袋の画像は2001年に自然写真家ジョン・ライトが オルト、バインリス、ピクチャーズ、アニマルズというニュースグループに掲載した写真が元になっている。その白フクロウの写真は、レポストからアウルまで言語フィルターにかけられた後、4チャンでフォトショッピングされた。このフクロウのネタは、不審を示す表現として使われるようになり、やリリーノーワイ・ススリーといった言葉のついた別バージョンも出てきた。この表現は、 インターネット外でも使われるようになり、例えば、コンピュータゲームワールドオブ・ウォークラフトに登場する、競売人オリリーと、ヤーリーの名前の由来は、オー・リリーと、ヤリリーである。また、オーストラリアのスケッチコメディ番組では、ハムレットの 2B をアノット 2B のに当てる、字幕として、オー・リリーと、ヤリリーが用いられたことがある。2006年5月10日、 アンチウイルスソフトウェア会社のソフォスは W32 フーツ A という Windows のコンピュータに感染する最白袋の写真をプリント Q に送りつけるコンピュータワームを見つけたと発表した。ソフォスの広報担当者はアマチュアが Microsoft Visual Basic で記述したものだと報告しながらもこのマルウェアは特定の団体の IT の基盤についての 内情を知っている者がその団体を標的にして作ったものであると警告した。ありがとうございます。